こんにちは、平井弘明です。今回はですね、グリップの握り方について動画を撮っていきたいと思いますけども、初心者の方だったり中級者上級者の方でも、もう一回グリップの握り方をちゃんとした握り方にしたいとかですね、おさらいしたいという方はぜひぜひ見ていただければと思います。平井弘明のワンナップゴルフで、早速ですが、グリップって人によって向きだったり角度が全然違います。でまずご自身のニュートラルポジションっていうのは、まずクラブ離していただいて普通にダラーンと気をつけします。で一旦肩を上げていただいて、ちょっと後ろに回してストンと下に落とします。この地点がニュートラルポジションですね、ノーマルポジションなので、この左のグリップ、手の向き、この手の向きを意識していただいて、この手の向きのままグリップをします。左のグリップ、これが自分の最適な左手のグリップの向きになります。でこの左手のグリップに対して右を心地いい角度に添えてあげるだけなので、まあ左のグリップが決まってれば自然と右手のグリップの位置が決まりますよと、というようなグリップの向きです。で、まあ、これが、まあ、いわゆるゼロポジションなので、このポジションからご自身が打ちやすい角度にクラブは止めておいていただいて、ちょっとずつこうやって、まあ、右左に動かしていただいて、自分が心地いいスイングができる向きに調整していただく。何もかもこれが正解ではないです。ここからちょっとずつ調整してみてください。あとは手のひらに対してのクラブの角度なんですが、だいたいクラブって手のひらに対して90度で握ってくださいよとかですね、斜め、まあ、45度ぐらいで握ってくださいよとかいろいろあるんですが、これも最初にこうこっちがいいあっちがいいって決めないでください。これも打ちやすい方がいいです。基本的には90度で握るんだったらフィンガー、指で握ってください。斜めに握るんだったら手のひらでこう覆い包むように握ってください。これが大きい差です。斜めに握るのに指先で握ったらクラブ飛んでっちゃいますから、それだけは気をつけてください。斜めに握る場合は手のひらに近いところでこう包むように握ってあげる。手のひらに対して90度でグリップ握ってもらう場合は、指フィンガーですね、この本当に指先で握って、ちょっとこの辺に隙間が空くぐらいのグリップをしていただいた方がいいです。これが手のひらで握るのと指で握るのの差ですね。これの角度なんかは打ちやすい方がいいと思います。どちらもまあ正解というか間違いはないので、打ちやすい方の方がいいと思います。でどこに力入れるのとかですね、いろいろあると思うんですが、最初の基本としては10本均等がいいです。10本均等に力を入れていただいて、それで全体的に同じ圧の力を上げ始めからフィニッシュまでずっとキープしてあげる。途中でグッと力を入れたり、途中でふわって緩んだりっていうのがないようにしてください。構えた時にパッとアドレスをして、上げ始めからフィニッシュまで同じグリップの力感ですよね。で打ってあげた方が安定感にもつながりますし、最初なんかはそっちの方が基本としての動作なので、それをぜひぜひ試してみてください。ではグリップの動画以上になりますので、ご視聴ありがとうございました。